キバラ太陽鳥は、英名において、イエロー、ベリードサンバード及びイエロー、ブレステッドサンバードとしても知られる、太陽鳥下に属する鳥類の一種であり、東南アジアからオーストラリアかけて生息する。本種の通称としては、フィリピンのタムシーや、マレーシアのケラキャプパンタイなどがある。ニコバル諸島やアンダマン諸島から、インドシナ半島、マレー半島、中国南部及び海南島、 フィリピン、スンダレッ島、ニューギニア、ビスマルク諸島、ソロモン諸島、オーストラリア北東部にかけて分布する。全長は約1 1 5トルで、おおよそ1 0トルから1 2トルの小型の鳥である。ほとんどの足は、私有とも仮面は鮮やかな黄色で、背は鈍い褐色である。オスの成長は、額、喉、上胸が濃色で、 金属光沢のある、暗青色となる。フィリピンのいくつかの亜種のオスは、胸に、大々色の横帯を持ち、バラセアおよび、ニューギニア東北部の一部の亜種は、仮面が最も黒みを帯び、また、中国南部やベトナムに接して分布する、オスの仮面の多くは、開白色を帯びている。ホバリングして、過密を採色する、オス太陽鳥類は、被害の球児においてはとりわけ昆虫もとるが、 それ以外のほとんどは過密をイサとする、旧世界のスズメメの鳥類において極めて小さなグループである。それらは短い翼を高速かつ集中的に使って飛翔する。ほとんどの種が低空飛翔により過密を取ることができるが、普段は祭事の時までよく枝に止まっている。巣を作っているメスはけた低地から標高1700メートルにかけて生息する。 もともとタウリンの林園、水辺の植物地帯、沿岸の低木地、ユーカリ林、マングローブ林などが生息場所であるキワラ太陽町は人にもうまく適応しており、農耕地や果樹園、公園のほか、今日かなり人口密度の高い地域にも一般的に生息し、人間の住居にさえそう形成する。本種は北半球においては4月から8月に、 南半球のオーストラリアでは8月から3月にかけて繁殖する。主にメスが若木や鶴植物、低い枝先、時には家屋やベランダなどに樹皮、層、葉、蜘蛛の巣などの破片を使って入り口に張り出した縁のあるフラスコ型で下端部に素材を垂らした釣り巣を作り、種子の綿毛や羽毛をその中に敷く。栄養後、メスは1から2個ないし3個の力に、 褐色の反転のある卵を巣の広い端部に産む。卵の大きさは約 17-12mm で、卵が孵るまでの13から15日間放卵される。メスは放卵中、日中に少しだけ巣を離れることがある。ヒナが孵化した後、死ゆともに育成し、約2から3週間後には巣立つ。オーストラリアにおいては、ふとはしてり格好による拓卵が知られている。 21アシュに分類される。ありがとうございます。